こんばんは、新パイロットキヨキヨです。今日は新しいコントローラーを購入してみました。購入したのはこちら、ウィンウィングさんの FCU ユニット1です。コメントでこの FCU について知りたいという方が多くいらっしゃったので、どんな感じなのかをレビューしていきたいと思います。まずコントローラーの概要です。ウィンウィングさんの FCU ユニット1はエアバス A320 ファミリーの FCU に対して1対1の大きさで完全再現したフルサイズの FCU です。マイクロソフトフライトシミュレーター2020と X-Plane 11、12に対応しており、2020であればフェニックス A320 ファミリー、フライバイワイヤー A32NX のステーブル版、そして A380X、 ヘッドウィンドさんの A330NEO、 アソボの A320 の5機種を操作できます。とあるソフトを使えばこの制限を突破することができますが、それは動画の後半で、今回は FCU 本体のみを購入しましたが、フライトディレクターやバロセレクターノブが動かせるEFIS も販売されています。組み合わせることで実機のようなパネルを再現できます。ウィンウィング FCU をじっくり見てみます。今回は視聴者さんから譲っていただいたミニ FCU があるので、これと比較していきたいと思います。お値段はそれぞれミニ FCU が 41,900円、ウィンウィング FCU が 21,600円です。大きさはこんな感じです。ミニ FCU の幅は実機に対して 80% に縮小した 18.5cm ですが、ウィンウィング FCU はフルサイズなので 26cm、 立たせるための足を入れた場合 30.5cm とかなりの大きさになります。ただミニ FCU と比べると薄くできています。ウィンウィングさんの FCU は重量があるため、コントローラー本体を立たせるために横に足を追加しています。固定方法は付属の六角ボルトです。裏にあるネジ穴に固定することもできます。裏に取り付けた場合立てることができなくなってしまいますが、代わりにこのようなアルミフレームと固定できるようになったり、別売りのウィンウィングパネルマウント1を組み合わせればクランプ固定ができます。ミニ FCU の場合はモニターアームのベサを使った固定のみとなっているので、ウィンウィングさんの方が取り付け方法に柔軟性があります。またウィンウィング FCU は足をつけると上向きの角度になるので、ミニ FCU と比べると文字の表示が見やすいです。本体の重さはミニ FCU が約 590g、 ウィンウィング FCU が約 720g とどちらも 1kg 未満ですが、ウィンウィング FCU の方が若干重く感じます。ウィンウィング FCU にある AP1、AP2 などのボタンのサイズは大きく、パネルの表面からは若干突き出しています。この2つの特徴によってボタンの操作はとてもやりやすいです。一方ミニ FCU の場合は構造上ボタンが小さく、ボタンがパネル表面と同じ高さにあるので少し使いにくいです。ノブを回した時の音はこんな感じです。ではパソコンとつないでみます。マイクロソフトフライトシミュレーター2020で使う場合は、先にウィンウィングさんのサイトから必要なドライバーが入った SIM アッププロをダウンロードインストールしてください。 SIM アッププロを初めて開いた場合、ログイン画面が出てくるので、ウィンウィングさんのサイトに登録したアカウントを使用してください。 FCU の裏に USB Type-C を差し込む場所があります。この USB と書かれているところにケーブルをつなぐとこんな感じに光ります。接続した後にデバイスを確認するとこんな感じに FCU が表示されます。まずはこれをクリックします。ファームウェアアップデートを押します。
もし FCU のファームウェアが古かった場合、アップデートをして更新してください。これで準備完了です。SIM アッププロがバックグラウンドで起動している間、FCU の入力を制御してくれます。フェニックスさんの機体を読み込んだので、電源を入れてみます。ご覧の通り、ゲームと連動して動作してくれます。テストしている間もこんな感じに動作してくれます。もしコントローラーのバックライトが眩しいなと感じたら、ゲーム側で暗く調節するとコントローラー本体の明るさも調節されます。ボタンの操作は特に遅延もなく反応してくれますが、ノブの操作だけは若干応答性が低いです。素早く回すと数字が飛んだりします。これはコントローラー本体の仕様で、ミーミングさんの FCU はノブ1回転につき20クリックとなっていますが、エアバスの実機およびミニ FCU は1回転で32クリックとなっています。この12クリックの差により応答性が若干低いです。ただよく見るとわかるというものなので、フライトに影響するレベルではありません。ウィンウィング FCU とミニ FCU 選ぶのであればどちらがいいかですが、少ないスペースで応答性が高いものを選ぶのであればミニ FCU、 操作のやりやすさ、所有感を満たしたいのであればウィンウィング FCU です。つまりどちらのコントローラーもとてもよくできていて、功をつけがたいです。動画の全体を見てこう思った方がいらっしゃるかと思います。たったエアバスの5機種のために2万以上もするコントローラーは買えない、 A32NX のディベロップメントバージョンが使えないんじゃ買う気にはなれないと。では他の機種が使えるようになっていればどうでしょう。最後にそのやり方をご紹介します。準備するものはモビフライトという自作コックピットを作る際にお世話になるアプリケーションを使います。まずはアプリケーションをダウンロードします。概要欄にあるモビフライトさんの URL からダウンロードをクリックします。モビフライトコネクターをダウンロードインストールしてください。ウィンウィング FCU を接続した状態でアプリを起動します。最初に更新履歴が表示されますが、OK を押して閉じてください。コミュニティサポートも×を押して閉じます。ハードウェアのスキャンが始まるので、終わるまでお待ちください。ウィンドウが出てくるので、キャンセルを押して閉じます。プログラムを動かすために必要なモジュールを入れます。エクストラ。マイクロソフトフライトシミュレーター2020インストールウェブアセンブリモジュールを選択します。これでモビフライトが使えるようになります。他の機体を操作するために必要なプロファイルをダウンロードします。これはフライトシム .to からマザー See All モビフライトプロファイルを選ぶと探しやすいです。例えば777用のプロファイルをダウンロードしてみます。どこか適当な場所にプロファイルを保存してください。モビフライトのファイルオープンでダウンロードしたプロファイルを選択します。読み込んだら OK を押し、上の画面でウィンウィング FCU を選びます。そして下の選択でもウィンウィング FCU を選び、アサインを押します。コントローラーの設定が読み込まれるのでセーブを押してください。モビフライトを開いたままゲームを起動します。777を読み込んだらランをクリックします。そうするとウィンウィングのデフォルトでは対応していない777を操作できるようになります。他の機体もモビフライトを使えばほぼどんな機体でも操作可能です。止める場合はモビフライトでストップを押してください。ウィンウィングさんの FCU をご紹介しました。FCU の中では安いお値段で、そこそこ状態も良く、浮遊感を満たせるコントローラーになっています。ちょっとサイズが大きいことや、応答性が若干低いですが、そこだけに目をつぶってしまえば、とても良いコントローラーです。
気になった方はぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。